ダラダラ汗かきながらもうベロベロで酔っ払ってさラーメン食ってんの家中のあの扉クローゼット開けっぱなしで帰るいわゆるお鍋バーですよ。そうそうそう。え、お鍋なんですか。私こういう話してる時顔面2倍伸びるからすごいから勇気なんと僕彼に合わせて単発系になりました。あそこを勝ち抜いていくのが恋愛よ。響いた。はい、高島までございます。はい、高島までございます。ここ最近毎週飲んでますね。あんた会いすぎよ。私はそんなによ。いや、この間飲んだよね。結構前じゃないですか。でもそんなことないな、こいつよ、しつこいの。もう朝までついてきてさ、本当に電話もたまにビデオ通話も付き合ってくれるなんで朝方さ、うん、朝の9時ぐらいにさ、うん、2人でさ、あそこのさ、ラーメン屋でさダラダラ汗かきながらもうベロベロで酔っ払ってさラーメン食ってんの。おい、もう汗ダラダラでさ、すごい顔してさ、ラーメン食ってんの。言わないんだろうけど、最近ちょっとこいつ二日酔いだなっていう節が見えてる。だから大体その時は高島マトにお世話になって飲んでるみたいな。本当よ、本当よ。あのもうなんだもうなんだ、今から飲むからなぞっと。うるさいよあんた、毎回毎回。でも個人的にやつ聞いてるけど、まあまあある。最近個人的にやつっていうか、最近ポーカーにハマってて。あら。先週韓国に行きましたよ。お、はい、お、アジアで9位になってきました。9位。それは賞金があって、賞金があって9位だとどれぐらい。9位だとね、40万円ぐらい。ひゃそうそう。なんでまたポーカーにハマったの、ママ。たま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 、そう、男もできないし。すごい玉が多かったよ。たま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 、何きっかけは。いや、たまたま行って、ハマった。まだ1年ぐらい。さっき射精してないの。何の話してんの。何の話してるの。ポーカーでオーガニズムが変わったのよ。あ、オーガニズムが変わったの。気持ち悪い。もうね、やっぱりじゃあやっぱ高島は筋肉がすごいから。いや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 、もうやってないの、筋トレ。すごい筋肉だもんね。いや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 、昔はね。ちょっとやだやだ。なんでこんなど真ん中で脱ぐのよ、あんた。違うんだ、高島はね、面白い話いっぱいあるんだけど。でさ、ダメだよ、ね、使えないの。使えないの、使えないの。そう、高島マっていうのがありますから、ね、そう、いやいやいや、全部してるんだけど、この人が朝方聞き出すから、僕、もう本当に。でもやっぱ高島はってやっぱ怖いから。いや、怖くないよ、怖くない、怖くない。怖いイメージは私はなくなりました。ないよね。最初はやっぱり、あの、ありましたけど、プライで一緒に飲んでね、ちょっとね、うん、そう、優しくしてくれて。あんただけよ、ずっと僕のモノマネしてんの。ほんとに、ほんとないよ、なんて。朝もずっと連れ回すの、こいつ、ほんとに。で、朝の朝9時ぐらいにさ、高島ママの家行ってさ、また飲み直すと思うけどさ。うちに来てね、ずっと飲んでんの。てるか最近ね、すごいずっとね、体調悪いって言うんだけど、もうどうせ二日酔いだろ。そう、二日酔いだよ。だって週3回ぐらい飲んでんだから、一緒に。え、でもやらかしとかしてないよね、ママ。やらかしてるじゃん、あんたうち。なんか。実は暴露、暴露教えてくださ い。ママの個人的なわけでもいいけど、たっての暴露。こいつマジでひどくて、うちに飲みに来たの。でも一人でハイボール飲んでんだよ。で、あんたもう帰れないよって言って、そしたらもう嫌だ、帰んないとかって言って、ずっとハイボール飲んでんの。私寝たじゃん。で、起きたじゃん。そしたら、家中の、あの、扉、クローゼットが開けっぱなしで帰るの、あいつ。もうパッて起きて、何があったのか分かんなくて、ほぼ酔っ払ってたから、家中の扉全部開けっぱなしで帰りやがって。自分は記憶あるの、なんで開けたか。いや、だって、面白いじゃん。どんな気持ちで閉めるの、それ、全部一個ずつ。手紙が書いてあったんだけど、嬉しいでしょって書いてあったんだけど、全く嬉しくなかったからね、もうマジで。大迷惑よね。もう二日酔いで、バーン、バーン、バーンって閉めて、そう。ほんと最悪ですからね、マジで。最近でも、私も YouTube は YouTube は、そうですね、ちょっとお休みお休みしております、皆さん、よかったら。あの、高島ママのもう一個 YouTube かなんかの面白い話があって、はい、なんか、Vlog かな。そう、Vlog ね。そう、温泉とか、すごいいいところ泊まって、うん、めっちゃいい。そうなんだけど、ただ、おちんちんで出してる状態で流してるの。えインスタね。インスタか。そうやばくない。そう、インスタバンされましたから、僕一回。だよね、インスタってもうすぐだもんね。そう、タオルをバーンってやったら腹筋バキバキみたいなの流行ったじゃん、昔。 あれをやったの。1秒ぐらい出てたらしくて
それも2本警告分かんなくて、警告来てるってのが分かんなくて、それでいきなり置いてから帰ってきたらもうアカウントなくなってた。へえ。今戻ってきてるでしょ。今も戻ってきてちょっとずつ。あと一つ怒りたいことがあって。あ、それはもう言ってください。朝の4時、僕韓国で寝てたの。すげえ携帯が鳴んのマジで。おい、もう何かなと思って。朝の4時よ、4時。ママーママーテレビ電話でよ。だこっちは飲んでたんだ。そう、ママママで最悪。韓国よ、韓国韓国寝起き。私韓国だからブチって来たの。だからまたバーって鳴り始めて、私酔っ払ってるとかさ。でも嬉しそうだったよ。嬉しくねえわ。嬉しそうだったよ。まあまあまあ可愛いからね、いいけどね。さあ、高島ママ、ゲイタカチャンネル皆さんぜひぜひチェックしてください。ゲイタカチャンネルよろしくお願いします。そちらにはチンコ映ってますということでですね、本日は個人的ニュースを聞いてるんですけど、何かありますか？個人的声かけてくださって、お店をやってるみたいで。あ、そう、お店やってます。はい。お店はどちらで？お店は新宿2丁目モックってお店。あ、老舗ですよね。もう長いですよね。何年目ですか？お店自体が27年。いわゆるお鍋バーですよね。そうそうそう。え、お鍋なんですか？はい。わかんないよね、本当にね。全然。FTM の方？ FTM、そうですね。元女性？元女性になる。戸籍的には今は。でも僕まだ女の子。戸籍女子なんですよ。帰る予定とかはあるんですか？帰る予定は。あるんだ。好きな女性のタイプは？好きな女性。結構ちょっとぶっ飛んでる人好きです。見た目的にはどういう？見た目は別に問わないですよ。もう中身がもうぶっ飛んでる。だからこの街が好きなんです。なるほど。彼女とかは？ぶっ飛びまくってるもんね。彼女は今はもう。まだいいんです。でも個人的にそう言うと本当にオリンピックレベルだから4年に一度一緒。恋愛の周期ってあるじゃないですか。この人会ったっていうので、だから4年に一度会う。4年に一度会ってもさ、うまいこといけなくて大したことない感じでさ、でまた4年経っちゃうじゃん。4年経っちゃって、だからもう結局はもう8年越しみたいな。そういうのが。そういう時って結構ガツガツいく方ですか？ガツガツはいけないです。でも種まくタイプです、僕は。うわ、種まきは上手なんだ。種まきはする。それに引っかかるかどうかです。で、金メダルは取れないんでしょう。そう、取れない。でも、あわよくば取りたい。ゆきさんも4年に一度なんだ。そうなの。でも最近ちょっと下手な恋愛しちゃったから、また4年待たないと。ダメじゃん。そうな。最後、すごいなんか本当に恋愛したなっていうか、大恋愛したなっていうのはどれぐらい前ですか？それこそ4年前です、本当に。そう、4年前は何で失礼？それもお店の方に会ってっていうからもうちょっともう離れて終わっちゃいました。なるほどね。付き合ったあ、これで本当にお店では言ってないです、本当にマジで。あ、そうなんだ。マジで言ってない。あ、じゃあお店の人たちはその知らず、付き合ってるの知らなかったんだ。お店ではもちろん言うんですけど、お客様にこうやって言われると、え、僕いないですみたいなスタンスの人。うわ、やらしい。なるほどね。だから多分これで本当にバレると思う、もしこれが出たら。でもさ、悪いことしてるわけじゃないからね。悪いことしてないし。ないですよ。逆にさ、でもお客さんからしたらさ、ありなんだって思うから。まあもうそれあげじゃない、逆に。いい人だったらね。そう、お店の人ともちゃんと恋愛できるんだっていうね。なんか友達みたいになっちゃう。ご謙遜よ、ご謙遜。やってんでしょ。やってない。顔。私こういう話してる時顔面2倍伸びるから。すごいから、勇気の顔が伸びてきてるでしょ。ぶっ飛んでる人はモクさんに行っていただいて、路面店でね、すごい分かりやすい場所にあるんですよ。うちの指原とかどうでしょうか？あー、ぶっ飛んでるわよ。うわー、でも好き。こんばんは。こんばんは。おなじみの大ちゃんね。もう何回出るんですか、僕は。本当になんかすいません、くどいです。くどいよね。くどいけど、私らが声かけてるんですけど、ありがとう。くどいけど、これを機に彼氏ができたらいいなとか思っちゃって。8割女性で。いや、もう8割女性。今日はどういう感じで？今日も個人的ニュースをやってるんですけど、個人的ニュースが恋愛しました。おぉ、恋愛してるんですよ、珍しく。私は知ってるんだけど、かれこれ3ヶ月ぐらい思いを寄せて。そう、いや結構デートとか、いや2回ぐらいしたんですよ。なんと僕、彼に合わせて単発系になりました。だいたいゲイの前髪系が単発にするときは、だいたい男で変わりますから。いや僕これ小学生ぶりなんですよ、本当に。こんなに短くすんの。それぐらい意識固めて、本当に嫌だったけど頑張ってこんな短くして、
グループがあるんですけど、仲いいグループが、そこにちょっと私これぐらい切ろうと思うんだけどどうって言われて、あ、いいんじゃないって言って、でなんかそういうのを男のとかのなんかやつもグループに送ってくださるんですね、報告を。すっごい初々しくて可愛らしい恋愛をしてるんですよ。だから単発にして僕はこれから頑張ろうって思ったところ、なんと友達から聞いたんですけど、昨日彼は別の人とリアルしてました。いやー、どういうことですか。僕こんなに3ヶ月で思い寄せたのに。だからこれは髪を持っての短髪じゃなく、失恋で髪の毛を切る、失恋で髪切る方の短髪の依頼になっちゃってるかもしれない。どういうことですか。今日は彼とこの金魚すくいみたいなやつしたんですよ。どれどれ、お祭り行ったの。お祭り行って、ほうほうほう。だけど彼は昨日リアルしてました。ちなみに、ね、ちょっと深掘りしてもいいですか。どうぞ。3ヶ月前はどこで出会ったの、その人は。あ、なんか元々知り合いで、なんか共通の友達とかいて、だからちょっとよく遊ぶようになり、僕珍しく一目惚れっていうか徐々に好きになったんですよ。ほうほうほう。本物の愛。え、だからどう、その、その男といる時は大輝はどうなの。なんなん。いや、ブリッコしちゃうんですよ。わかるわかる、男の子なんだ。すいません、ドネコなんでブリッコするんですけど、このまあまあ叶わないのか叶うかはわかんないですけど、まだ頑張ろうかな。単発系って言うんだったらもっといけばいいのに。もっと、けど達也と同じぐらいじゃない。まあ達也ちょっと今伸ばしてるからね。まあまあ、でこっから前髪上げるか上げないかによって変わってる。いや、上げたりもしてんの。いや、今ここでおできがあって最近すっげえ付き合い悪い。そう、もう友達との付き合いを断って彼を優先して。まあでもそうなるよね。僕は本気でこう思ってたから、リアルもしてないし男とも連絡してないんですけど。いいと思いますよ。結構一途に頑張ってたから、それと見合ってないだけで、あ、なんかショックすぎて昨日みんなで飲んでる最中にそれ聞いて、なんかもう帰るとか言ったんですけど、まあさすがにそう空気読めないのはあれだと思って、ちょっとニンニク食ってくる、臭い、大丈夫です。ちょっと待って、違う違う、今普通に汗拭いただけ。あ、本当、なんかこうやってやって、違う違う、今ここにいた。本当にこの人って性格悪い。でも別にお互いにフリーだから。そうなんだよね、まあ、だから天秤にかけちゃかける人ももちろんいるじゃん。だからそれないがしろじゃなくて、だけのこと何とも思ってないわけじゃなくて、やっぱりこうなんかまだフリーな時間でちょっとこうね、天秤ちゃんをねやってる可能性も。いや、難しくない、その何人か他にもいい人いるかもいるかもみたいな感じのうちの一人ってなんか悲しい。え、でもそこを勝ち抜いていくのが恋愛よ。響いた。頑張ろう。ファイト。